そうなんだ。これ結構大事なやつなんですか。なんかもういいかな、ここでぐらいの勢いで置いちゃいました、すみません。定義じゃないしいいのかなみたいな感じで。さあ、ワンビガー、ジャー、ツービガー、チョビ、まあ、ジャーさんは今日の試合で負けてますからね、チョビさんに。どうすんの、どうすんの、トーマン。言っときましょう。でも、マチョは鍋入れたんだろう、安定するためなのかな。さあ、キャラ合わせ。ただ、チョビさんはチブルを対象にだけはできない。決めざるを得ない。さあ、待ってましたの、チョイチブル。これは本当にひどい組み合わせ。逆に言うと、これで勝てないんなら、チョイ使う意味がないレベルまでありますね。チブルキラーはチョイに任せとけと、ウキ。お、ジャンプに捕まえて。さあ、逃さないと言いたいところだが、もうゲージは1本ありますが、ガーキャンで十分です。天理のこだわりには引っかからないように、後ろに逃げながら浮きを打つ。当たった時だけ前に出る。この基本を中軸にやるだけで、最後はチョイ。厳しすぎる。チブル殺してなんぼやろのチョイ。まずは仕事をしました。そしてビリー、ゼロに無印に置いて何度となく戦ってきたこのキャラ。しかしチョイにはプラスの方却ない、ビリーには全体的にいろいろとない。98で行われる対決なわけですけれども、やはり武器が減ってない分チョイの方が有利か。ウキウキ、さあ、ワンコンボ。しかしこれ打点が高い、 A が繋がらない。シャカミシー前ビーからほう逆と、シャカミシー方脚っていうより前ビー挟んだ方がすごい入力簡単なんで、チョイプが打ち合いやってみてください。一応頑張ればシャカミシー前ビーから延々目押し、何だっけ、延ビーか、目押しで入ってそこから方脚も受けますが、結構難しかったです。さあ、クリスのジャンプシーンの疲労はですね、チョイの浮きに乗ってしまいやすいんですよ。これが非常に怖い。ジャンプシー正脚、C 前ビー、ジャンプシー、ジャンプ CD 投げ外す、 C 前 B から砲撃。これはジャーが強かった。さあ、勝利をして、はい、では続きまして、 CBA さんとフルボッコジャンさん、お願いします。ジャーマン強い振りしてるやん、振りだけはうまい。え、まだ言う、こんな、え、やった、あ、ごめんなさい。あ、CBA さんと牛蔵さんだ。お願いします。じゃあ、結構。ポンって言うし。言うし。うん。言うよ。言うし。そんなぶっ込みする方法か。ワンピー側が、あ、リセットボタンわかりますかね。誰か教えてあげてください。筐体の下にあります。ワンピー側が CBA、プービー側が急増。急増ってあれですかね、電撃ネットワークにいましたよ。え、いなかったっすか。え、でも、チャンプだったら、逃げるやろな。あ、弱いもんな。残念ながら弱いもんな。え、え、いることも、あ、言わない。東北でしょ、もうそんな東京とかどうでもいい、四国は言うって。さあ、 1B 側が、CBA さん、プービーが牛蔵さん、牛蔵さん結構投げキャラが投げキャラって感じですよ、ね、まあ、あ、そうか、クラークは今日は多いとは言っても、あれでもダイモンじゃなくて裏クリップ、アテナに対してでしょうね。サイコボールはスライディングで抜けていきたいよっていうところで裏クリップを選択かな。奈落ジャンプリーエンディ、これがカウンター、ジャンプ CD、 ギミギシー固めていってボディ、ダイギシー、アルベンチンフラッシングエルボー、おっとうまい、あー地上がつながらないジャンプ A、 ところどころね、技の使い方が CB はすごいうまい。ジャンプ A に耐久とかあんまりない。あんまないわ。無理やん、追いつかへん。シャンシー最後、シャンシー最後、テレポスルー、
ったらビット大工、まあ、でも今ちょっと使っちゃうとビットを受けから飛んだようにも見えます。あるさあ、これがおそらく牛蔵さんが悪意というなりフェニックスアルトにはサイコボールをスライディングで抜けてあげる。これは大きいです。ダイモンにはできないことですからね。しかし、ビー、オーマイ、ダイモンにパラを固めていく。あ、しゃがみ C は多分アテナの馬行には当たんないぞ。と良いうち、これもさっき見て覚えたぞ。いいですね、なんか試合の中で使われた動きをどんどんみんなが吸収していくのが素晴らしいので。無理だろう。西岡のビーオープン、太陽いる。ちょっとタイミング早いか。ガーフになんだけど、ガードを止めないと、やっぱこの後の前ビート斜め下ビーが強くならないね。キャラによって起き上がりモーションの速さが違うんで、太陽いる方の打つときは相手のモーションに合わせたビートで打たない。なるほど。さあ大将もできる対ブラクリップナムシーガーギャン。これは本当にはっきり言って知らない方が一方的に負けちゃう組み合わせ。なるほど。ナムシーシャガミキディレクション、西尾ガム、ビオープム、太陽はいらない。ジャンディー、ギンディー固めて、ジャンディー、シャガビー、ギンディー走ってスライディング、シャガミキー空振り、ビーお歩いて、ギンディーシャガミー、シャガミシーダッシーディーにガーギャン、ああダッシーディーにガーギャン、フライディング、しゃがみ、ビー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 、暴れ苦しい、ここは必要足だ。あれ当たった後に僕飛んでない、超強キャラじゃない、あの気持ちいい、ここもっとだ、あっそうかな。ラルーフ、メリーポンってところ、アルゼンチン。あでもクリス・マックマクロスで2本あるのは結構分かんないけど、チェンフライ1回当たれば勝負になる。これは惜しい。ジャムシーディレクション、あれね、位置が入れ替わるのがワンピースビートレバーで変わりますからね。ここはジャムシーまだある、でもディレクション打つのはちょっとない。フライディング、ダッシュからアルゼンチン。さあ牛蔵さんが CBA さんに勝って、シルさんが終わって、フルボッコちゃんさんとチョビさんってやってないでしょ。やってください、じゃんけん2人で最後決定戦。まあ今のところおかしいな、ジャーファンに勝てるのに。すげえチョコレートの匂いせん。はい、ではリセットが入って、今のところちょっと残念ながら CBA さんとフルボッコちゃんさんは予選通過が難しい形です。あとちょっとえわかんない、じゃあさんが死ぬじゃん。とりあえずで牛蔵さんがお腹痛なって帰るんや。決定戦あるやん。え？あんま無理とかそういうの言わない。どう考えるの？だから全員が死んだら残りさん。まああえて。もういいよ、コメント見ないもん。さあ 1B 側のチョビさん、今度マイ、いろんなキャラ使いますね。マイはでも店にいないでしょ。嘘、いるっけ、え、いたっけマイ、使った記憶がないからおっさん。あ、そうなの、キングしか見えないな、キングがいらない。いやキング3人でいいか、キング3人 SP 設定でいいか、ちょいに多分キング相手いると思う。無理、え、だったら駒投げあるやろ。
のアーマン大将。朝日の話振るから当然終わってる。ジャンプリーテレポ投げて、おいめっちゃ怖い。あそう、あー追い打ちしたい。あー竜 M に引っかかる。チャンステレポジャンプリー、おしゃれ。エンディージャンプディーワーキャン全然よけて変身ゆけるだけ逃がさない。おーあーこれはお互いよっかびっと、おいおしゃれ。あの紫のね2回目あんま意味ないけど紫のあれは残る。意味ないやん、無理になってないけど残るだろ。あれ結構いい痛みだけ。あーうまいワンコンボ、やばい。クリットで拾ってジャンシーディー、シャンシーバイコボール入れく掴んでサンダで引ける。こっからやと次だろう。L を張る音さ、なんかさっきやこっからやおもろい。プレイヤーの声なんか拾うはずないのにめっちゃ聞こえるから。フォ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 ということで勝利をしたのがブルーボッコちゃんなんで決定戦、ジャーさんとキューバさんお願いします。さあ 1B 側じゃあ南京徳代表、じゃあ 2B 側牛蔵富士見台代表。ジャーさんはかわいそうでね、南京徳で 0-2M やってるんですけど誰も入ってくれ、一生一人です。南京はね駅から近いよ。マジこんがらの話とかしてるもんな。さあ B ブロック代表決定戦、まあ毎回ねうまく全勝が2人いるっていうのはいいことですね。 1P 側じゃあ 2P 側牛蔵。ジャーさんちゃんと使わなかったんですね、本当に使うかなと思ったんですけど。さあ牛蔵さんの投げキャラ具合を見るとやっぱチャンを使いたくなるっていう感じですけど、まあクリフにはちょいを合わせてキャラ対はバッチリできてるんだよと。しかし牛蔵さんも今回初ということでどういう動きをするかまだ読めませんからね。開幕炎フラウキガード乗っかる4ヒット、西前に攻撃8割ゲット、西前にエンビジャンプシー衝撃エンエジャンプシー、これはうまい。しかしダイモンダイモンであればちょいのジャンプは、ジャンプじゃない、浮きはジャンプ D 等々で苦しんでますが頭上選択。さあ走って頭上、しかしこれの問題はちょいの機動力に追いつけないってことなんですよね。走って斜め下入れてしゃがんじゃう以上ちょいが2段ジャンプというか満足飛びとかしだすと絶対に捕まえられなくなる。エンビエンビジャンプ G 消却エンビー負傷、この当たり方怪しい地雷。さあ逃がしたくない、あージャンプ C の打点が高い、攻撃まではつながらず大外ふかしのネタからねきっちりって感じでしたけど、消却は弁天するも延々。さあジャーがブロック抜けにリーチ、最初のラルフゲージが1本、ウキウキウキガード、しゃがし、しゃがみし、ウキウキ、遠視、しゃがみ、しゃがみし、ガーキャン、ちょいは発動、しゃがみし、しゃがみし、ウキ、ジャンプしでめくらせない、しゃがしで潰して、
九蔵さんもこっからやと、こっからあと2人倒せばこっちの勝ちやと。まあ、しかしマーチュアのゲージは2本、ガーキャンは2回、エボニーが出る前にシャムシーでプッシュ、垂直ジャンプし、あーっとこれワンサイド、マーチュアは死んでしまうでしょう。何これ、何これ、マーチュア、マーチュア、なんでゲージパンか本当。そしてダイモン、機嫌普通なら全然ゲージ使わなくていいじゃん。ジャンプ CD、エンビー、シャガビー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 、これがラルフにタイプル立ち回り、シャガミビーとエンビーを振ってラルフの NC 外からブブブ、ダッシュからアルペンチンありますぜこれ。おお見えてる、スクショ投げ、鍋垂直ジャンプ、投げは通らない、電池からぶってジャンプ、しゃがみしにガーギャン、エンビー、エンシーガード、ダッシュ電池かかる、もっかい電池、前に出るとこ電池、地雷バグはあの位置投げられた、え、あれあれあれ、あの電池返しは何かな、え、あれ地雷神出ましたけど今、あ、え、地雷神、え、海坊主さんですよね今の、うわー恥ずかしい、あれペンがない、ペンがない、すいません、赤ペンってどっか行きました。ケアイさん、赤ペン、あー、はい、では次のブロック行きましょう。ヨメエさん、ウドンスキーさん、ペコさん、アクシブさん、リクルさん、前にお願いします。うわぁ、ジャーさんとゴール見て見て、バップ、ほんまな、あのな、マッチャの超ヒブッパーな、友達の家でやってる試合かと思った。入るわけないやん、何つぶ好きやった。じゃあ C ブロック行きましょう。嫁プレイヤーさんとうどんすきーさん、じゃんけんしてください。あ、あとなんか3分らしいんですけど、ごめんなさい、32分でした。何これ、あと3とか、これ鍵でしょ、この完全に。あ、なるほど、K.I. さんがすでに先を読む行動をしてましたね。 1P が、じゃあちょっとこっから負け犬ジャーファンに実況します。あれ、なんで電池、とりあえず地雷出たか言ってます。とりあえず地雷、あ、ちょっと待って、スーパージャーファンの言い訳だよ、すいません。だってあれ、電池返しの後の地雷バグをさ、電池に書いてるかって。あ、ダメ、いや、ハップドーバグって20分、あったやろ。ウィボーブさんもビッグリアであれば、え、マツは何しに来たんだよ、お前くださいワンピーガーがウドンキーパー、次が嫁プレイヤーさん、マコヤメプレイヤーさんより、え、どうやろうな、相手が知らんかっただけの節はあるからな、あれは。ジャンプ B、 いい A、 おうまい A をきっちり立ち A に変えて、前からの青い花、うどんキーパーは表足のゲージがまだない、1本あるとね、結構青い花とかにファイナルインパクトのプレッシャーを持たせれるんでいい感じなんですけれども、今はまだゲージがないですね。青い花ガードして、 C 前、 A、 B、 ジャンビー、 NB、 ジャンディー、おにゃぎー、空飛んじゃった、待ってましたよ、タッチシー、
まあ握手やお前チームゲストさんの試合みたいな言おうかな。リリーの援護攻撃めっちゃかっこよかったよ。棒回しながらやった。さあ大門のゲージは3本で社が1本しゃがんでエンビー戦うんだ。エンビー大門リーチ大将のビリーに襲いかかる。え6時ってことはもう2時間ぐらいやってるってこと。あ今回ひざきさんの5分間とあるかもしれない。いつもより長いでしょ多分。なんとか明日中にはあげたい。この字幕付きでね今回初の試みしゃがみし完全ポンしゃがみへジャンプしマイビーこれは怖い。ジャンプしなんかね97の攻略本読んだらあのマイビーが強いって書いてある。でも絶対前の方が強いと思うけど、あの前 B は下段を透かしながら相手に攻撃を当てれるぞって書いてある。これだけのためにすげえ説明が書いてあるからさ、あの方が強いと感じたい。さあゲージ3本目にもしかするとあるかもしれませんね。あー空飛んだけどエンジンに消えんだ。ジャンプ CD さあまず嫁プレイヤーさんが一緒起きてこう。じゃあペコさんとアクシブさん。ペコさん、はい、アクシブさんどうぞ。最初はグーじゃんけんポンポン。ごめんもう一回やって。最初はグーじゃんけんポン。プピーはい。ワンピー側がアクシブさん、プピーがペコさん。ペコさんは今回初参加ありがとうございます。今日朝のの試合というか、まあ、昼のの試合を見てると相当連コインが早かったんで将来有望ですね。さあペコさんキャラはねなんかしかも結構強いんですよね。シェルミーチズル今日すいませんチズルシェルミー今日のですね。開幕兄弟チズル分身し遠心遠心前待ってました弁天しまえ深刻のりどころコンボ入れてジャンピー DC ボディガードしてレッドキック空振りに分身変身。さあクシズさん困る前へ打ち切るしゃがみ切りこかして禁止天理の断り分身と。まずはペコさんが1本さあキングゲージがないフライディングめり込む遠心フライディング技の振り方ああ玉浦の失点これは怖いがあれ礼儀の渋谷まではいけない。しかし圧倒的有利な状況に変わりはない。さらに C 前から分身礼儀の渋谷きっちり殺しきりリーチをかけるペコさん。マリーもゲージがない引かし投げ駒投げじゃなく通常投げこれはガード禁止あれ禁止からバックドロップリアルできたいところだったかな。しまえ分身これはガード通常投げになる外れてしまう礼儀の渋谷体育にはならない。しまえからバックドロップジャンニー前ハマージ団体では中断ガードしたいがあシールめっちゃ速いよ今のダッシュ。ジャンディー CC ボタンが強い変身。さあまずはクシさん1本垂直ジャンプ D で足行ってきたところをぶしてペコさんの2番手がシェルミジャンディーしゃがみしゃがみダッシュ禁止ジャンプに高かったジェレミースパイラル透かし投げじゃなくジャンプシーをカードさせていく垂直ジャンプシーもう一回投げる
さあホイップガードをしてガーギャン、ジャブディー C、 おー超ヒー当たれない、超ヒー当たれない、アラブッドアドリンファイルのフォロー、勝利をしたのペコさん。では続きましてディクルさんと嫁プレイヤーさん、ジャンケンお願いします。